始まりました。こちら素晴らしいね、スペシャルギタリスト田中拓さんですね、来ていただいて、今度はストラトキャスター、なんとこのストラトキャスター、これは専門段階のストラトキャスターですね。どうですかストラトキャスターは。ストラトもストラトでやっぱ魅力があって、まあやっぱフロントが使うこと多いけど、サンサンゴと違う、この枯れた音が、もあるし、なんかこの、はい、ハーフトーンっていうか、いいですよね。みたいなのもあるし、はい、やっぱそれがストラトだなって思う。今いろんな結構カスタムのストラトタイプがあって、ハンバッキングだったりするんですけども、やっぱこれシングルコイルでね、やっぱりストラトといえばシングルコイル3つ。よく SSH とかね、ありますけどもね、3シングルでやってる人見るとやっぱりかっこいいですよね。なんか潔いというか。ちなみに SSW って何してる？ SSW なんですかね。シンガーソングライター。ね、こちら 3S のね、シングルのストラトですけど、どうですか。たくさん自体はこの3シングルは持ってないんですか。アイコン、青い、よく、セッションとか遊びの時によく使う、ストラトで。あ、タッチャー持ってるよね、そうだね。のは全部シングル。あ、シングルなんですね。リアシングルってなかなか結構、なんつうんですかね、ガッツがいるというか。確かに。なんかいい、ストラトじゃないとすごい細くなって。そうですよね。いいけど、すごい使いづらいの。なんかもうリアにした瞬間カリッカリカリしすぎて、そんなやっぱリア難しいですよね、弾くのもなんか難しいですよね。もうなかなかいいギターですね。でピックアップだけじゃないですね、声も段階ね。僕らの世代だとピックアップのねイメージですけどね、声も段階だと。この野郎。どうですかストラトキャスターは。なんかやっぱストラト弾く音が、アタック感とかね、っていうのも逆に335と違って、はい、なんか切れすぎちゃうからそれも難しいところで、なんかあんま切り切れなカッティングやると今度は逆に、なんか浮いちゃう気がするから、なんかそこは注意してるんだけど、なんか335はちょっとなんだろう、意識的に、はい、なんか1弦2弦をなるように、でスケールストラトはちょっと低音がちゃんと出るようにみたいな。なるほど。なんかこうやってキレキレでこうやって弾くと、もうすごい浮いちゃってる気がする。なるほどなるほど、細いですもんね、しっかりちゃんと手をなってた方が。なるほど。やっぱりフロントピックアップの比率多いですか、ストラットは。でも、曲によってで使い分けるかな、ストラ、逆にストラトは。5段階ね、基本はありますよね、5ウェイだと。フロントセンターなんかもみんなカッティングでね、使いますよね。単音系はやっぱ、ハーフトーン。ハーフトーン。ちなみにセンターって使いますか？センター。ああどういう、
あでもストラトもやっぱセンターは俺はあんま使わないかもしんない。うん、あまり見ないですよね、1ブラックマンとかね。そういうイメージですけど、ストラトはでもね、ちゃんと鳴らすのやっぱり難しい、なんかイメージがねあるんですよね。センターといえばでもやっぱ屋敷かなね、はい、太陽ホエルズジャイアンツか。もうね、ガヤ隊も分からなかったですよ、屋敷晴さんは。古いんで。うちだな。それ、太陽ホエルズだから。僕らの時ももうベテランでした、あの人。ヒゲ生えたし。その屋敷要さんはですね、センターは置いておいてですね。どうでしょうかね。ここら辺の音も結構カットしたりする人も多いですよね。ああ、センターにして。センター、ああセンターですよね。なんかトーンコントロール。サンサンとかだったら結構ねトーンとかいろいろいじりがいがあるけど、ストラトなんかあんまりトーンいじってもみたいな感じはするんですけど、うまい人はやっぱやるんだけど、なんかやっぱこっちの方があったかい、はい、フロントね、いいですよね。程よい太さとね、うん、フロントシングルでしかないね、この音が。いいですよね。リアはやっぱり、リアもどうですかね、僕も歪ませてリアかな。でもなんか使いこなすの難しいですね、ストラトってやっぱり、基本のギターですね。これストラト、どうですかね、ストラトキャスター。このストラトもなんかバランスがいい感じですよね。感じだな。いいですね、やっぱストラトは。